はい、こんにちは。今日は2020年の8月、8日です。もうお昼を過ぎました。楽天のですね、お買い物マラソンも、あと12時間ちょっとぐらいですか。楽天を見て歩いてる間にですね、楽クーポンというクーポンもらいまして、これがあのガジェット系のですね、まあ、ショップなんですけど、名前はバセウスと呼ぶんでしょうか。以前からですね、あのモバイルバッテリーとかで、とか周辺機器で時々買ったことがあります。で、こちらの公式の、ショップがですね、楽天にありまして、そこから店内、全品対象2点購入で 8% オフクーポンというのが出ておりましたので、一応もらっておきましたので、ちょっと見てみましょう。有効期限が8月の9日の、まあ、マラソンの間までということですね。店内全品に対して2点購入で 8% オフクーポンということになっています。で、ここのショップでですね、気になっていたのが、まあ、あのクラウドファンディングとかも関連して一時期話題になっていた iPad Pro 用の、ハブですね、出ましたね。楽天市場ランキングでリアルタイムランキングタイムアクセサリー USB ハブ部門では1位に輝いておりますと。そうですね。USB-C ハブ iPad Pro 用 6-in-1、4K HDMI と 60W の PD 充電ポートを備えています。3.5mm ヘッドオンジャック SD カードリーダーも備えていますと。このですね、やっぱデザイン性ですよね。機能とデザインが良いと、うまく合致しているということですね。6-in-1 iPad Pro ハブというこの形状がユニークで、ちょうどですね、iPad Pro の、フレームにしっかり合体するように、なデザインになっています。多分以前、Amazon かなんかで出た時に紹介したことがあるかと思うのですが、今回、楽天マラソンの中にも出てきておりますと。で、一時期プレミアがついて高かったんですが、まあ、普通の今定価に落ち着いていますと。5980円ですが、多分これが、現在の定価ではないかと思います。本当にこうやってですね、なんか、まるでロボコップだといったような記憶が昔あるんですけれども、合体させると、本当に一体化しちゃいますよね。フレームの一部かのように、なるデザインです。で、USB 3.0 ポート、対応してますとね、5GB のデータ転送速度でかなり、外部メモリー、外部 SSD との速度が速いです。やはりですね、この USB 3.0 か 2.0 かは大違いですね。もう私は 3.0 しか、以上しか使う機会なくなりました。はい。で、これについては、このメモリーカードに対しても速いということですね。さらに 4K の HDMI 出力もサポートしています。この HDMI 最近はですね、もうフル HD でも収まらずに 4K のコンテンツなんかもありますし、自分でも編集できる時代ですので、外部モニター 4K のテレビや、大画面モニターに対してこうやって出力することができます。iPad Pro にはですね、そういうコンテンツたくさんありますので、まあ、ふさわしいハブかと思います。で、3.5mm オーディオおよびマイクポートを使用することができますので、気軽に音楽を聴くこともできますし、これを使えばですね、あの 3.5mm経由であのピンジャックとかですね、そういうマイクも使うことができるはずです。やっぱり試してみましょうかね。コンパクトな設計、高品質で、一応ですね、あの iPad Pro だけじゃなくて、こうやって Mac とか他のパソコンに対しても、こういうポート経由でつなぐことはできるようですね。汎用性はありますね。はい、ちょっとあのケーブルでつなぐという格好になりますけども、
これがですね、企画上はやっぱりですね、まあ、かっこいいのともかくですが、USB 3.0 ポートを備えていること、それから、SD カードリーダーがあること、それからですね、4K の HDMI ポートがあること、それから USB-C、PD 対応の、ポートがあること、それから 3.5mm のですね、オーディオジャックで、まあ、マイク入力も対応していることですね。これはやはりおすすめです。ただし対抗馬が出てきまして、ちょっとアンカーのものが出てきたので、これはまた後ほどということにします。で、例えばこれを、一つ入れまして、じゃあもう一つですね、何かを選ぶと合計 8% オフになるそうですね。ここはですね、収益メーカーで、いろんなこのソープディスペンサーとかですね、このゴミ箱とか、デザイン性の高い品物も扱っていることですね。でゴミ箱は2180円もするんですかといったら、まあ素材がいい素材なんですよね。アルミ合金製です。はい、そうですね、車用卓上用ゴミ箱、アルミ合金製、シンプル高級感がというオリジナルデザイン、500ml というからペットボトルと同じ大きさでしょうか。でビニール袋が30枚もついてます。車でシンプルにゴミを処理するのはなかなかないものですが、まあよくコンビニのですね、袋をですね、そこらに引っ掛けてゴミ袋にしちゃっていることも多いんですけれども、確かにこういうものがあれば散らかりもしませんし、設置も楽ですね。カップホルダーつ入れられそうですから。あと外で、オフィスとかですね、カフェとかで、まあ、ちょっとしたこういうちっちゃなゴミが発生した場合、入れ場に困るもんですが、捨て場に困るもんですが、そういう時にはスマートに捨てることができると、見かけも大丈夫と、で匂い対策もこう密閉構造でなされていると、こういうデザイン性が高いものも、まるでですね、アップルマークがついてても不思議ではないように思います。あとですね、こういうマルチ充電ケーブル、こういうのも実は意外とこう便利ですね。携帯外出時にはこういう1本でも物を減らしたいときにはいいですね。iPhone や iPad を持ち歩いている人にはこういうのは便利なものかと思います。あ、そうそう、こうですね、商品をレビューした場合、この 3-in-1 タイプのケーブルが、後日プレゼントされる商品もあります。また開いてますけど、このですね、ハブを紹介した場合、確かこのプレゼントという話がお買い物、感じの、ここですね、巻き取り式水印ケーブルをプレゼントと、商品が到着後1週間以内に商品レビューを投稿して、まあ、それを知らせるってスタッフが確認したら、このストリーインケーブル、ケーブルがプレゼントされるということですね。今見たら結構いいお値段がするものなので、これはこれとセットで考えると、例えば、この5980円のハーブがですね、実は4000円台で買えたというような、まあ実売、そういうことになるかと思います。まあ、というふうにですね、ここの、ショップはいろいろ楽しいものが揃っておりますので、今日ですね、楽天のマラソンのポイントがですね、加算されたりですね、こういうクーポンが出ているときに、お買い求めになってはいかがでしょうか。
こう車載用のスマホホルダーとかワイヤレスイヤホンとかですね、いろいろありますね。ライトニングケーブルもですね、こう3本セットで2099円とか、こういうのもね結構得ですよね。こういうのをついで買いすると、かなりお得な感じもしますので、皆さんぜひ、お買い求めください。